はいどうもひろみでございます。今回ですね見てください、このね富士山のふもとでですねゴルフをやっておりますが、なんとですね今回はですね第1回家族対抗ゴルフ大会ということでですね、こちらのメンバーでドーンというねハンデはありますけども、誰が一体ゴルフが上手なのかっていうねどうでもいい動画になっておりますんで、一つ皆さんよろしくお願いいたします。別に合わせたわけじゃないんですが、なぜか全員白縛りになっているというね、ね、はい、一人ね走っておりますが大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。さあそれじゃあ行きましょう。それではよろしくお願いいたします。よしよし、何してんのさあそれじゃあ勝負ホールがやってまいりましたんで、このホール、ミドルでございます。負けた人が今日のゴルフ代を支払うというね、一つ今日はそれでよろしくお願いいたします。ハンデはあります。ママは勝ち、ダブルパーで回って、パープレーね。りょうがそうね6でパーでいい。パーでいい。6でいいの？お前7。6、7、8。オッケー。ね。6、7、8。でパパは普通のやつね。はい。イエイ、頑張るぞ。さあね、こうやって見てよ、ホワイト一族みたいになってますけど。はい。ホワイトじゃない。ね、はい。そういうことで頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ります。頑張るぞ、ファイティン、ファイティン、頑張ります、イエイ。じゃあみんなじゃんけん、勝った人から自分番決められる。いくよ、せーの、最初はグー、じゃんけんぽ、あいこでしょ。俺か俺は4番でいいです。じゃんけんぽ、はい、じゃあ俺2番。はい、ママ最後。ちょ、最後取って、最後俺取ってんじゃん。いや俺ね1番。ああ、トシキ1番ね。はい、さあ、ちょっと右だけど、ちょっと右ね。オッケー。ナイスショー。すぐ。オッケー、オッケー、オッケー。あれ、俺ボールね。よいしょ。そうだって、ドライバーとか、ドライバーじゃない、ドライバーとか使わないで勝負してみよう。ちょっと、いいドローでございます。まあまあまあね。はい、よし、じゃあ行こう。結束、ゴルフ場で。まあまあ何年ぶりですか、ゴルフ。わかんないです。3、4年ぶりじゃないですか。3、4年ぶり。コロナになってからは一切行ってないでしょ。この前にちょっと行ったぐらいですので。さあ1打目終了してですね、フェアウェイまで行ってないのはこれが次男坊。どうしました。嫌だなと思ったんですよ。あんだけ7番調子良かったのにね。はい、残念賞。さあ次男坊苦戦しております。さあママの2打目ね。すごいショー。ナイスショー。なんか、行かなかった。俺のは回ってる、大丈夫。何ヤードだろう、まだまだあんな、これ
2打目。大丈夫、どうにかなる。ワントップ。助けないゴルフってのは難しい。いいよ。お、ちょい手前。3打目上段。お、あ、ちょっと右ね。はい、あ、お、バンカー、バンカー。左に狙ったはずなのに。さあ、3打目ね。やば、パパの3打目。これあれ5打目。ああ、あっと、これはひろみ選手、い、ね、痛い。ダブルでございます。これはひろみ選手、私たちの面倒を見てる間にひろみ選手、あ、早い、ちょっと焦って打ちすぎじゃないんですか。これ2つ目のやつやん。もう一回、ドンって。おい、よし。うわ、すごい。いやー、めっちゃいいよ。難しい。お、いいかも。うわー、今日いい動きになってて、めっちゃ速い。お、何打目？5打目です。はい、このぐらい。まあ、問題のロミ選手でございます。ちょっと俺も最悪だな。お、うまい。うわ、いいね。クラブ持って。はい、パターですね。はい、パター。さあ、こっからパター勝負。パターでいいよね。いいよ。だいぶ、さあ6番目ね。ヘイ、オッケー、ママ惜しい。 OK、 2に。OK、 ママ持ってて。パパが取ればいい。というわけでですね、結果はバタバタということで、結果はですね、8じゃ済まなかったな。俺7。え、7。お前だもんな。俺はね、俺も、8ぐらいと感じた。ということで、今回は私の支払いということで、はい、ありがとうございました。普通に考えてそうなんだよね。はい、バタバタでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そういうことで、すいません。しょうもない動画ですいませんでした。ありがとうございました。